はい、皆さんこんにちは。アルジェント研究会の矢沢です。今回はですね、ダリオ・アルジェントがイギリスでですね、回顧上映ですね、Doors to Darkness というね、回顧上映を BFI というところでやってるんですけども、そこでですね、トークショーが行われているわけですけども、まあ、そういったところで話された内容に基づいてですね、今回お話ししてみたいと思います。まあ、今回はですね、どういう映画のね、ダリオ・アルジェントはどういった時にですね、映画の、まあ、アイデアを思いつくかとかですね、あとは、そうですね、まあ、ダークグラスの音楽の話であるとかですね、最新作ですね、次回作、ダークグラスがありましたけど、その次の作品をどうするのかとかですね、あとはグダニーの版のサスペリアについてどう思ってるかとかですね、まあ、その辺についてのですね、自分の見解みたいなものをかなり述べているので、まあ、その辺についてですね、まあ、順次お話をして、進めていきたいと思います。アルジェント研究会のチャンネルではですね、まあ、このような形で、ダリオ・アルジェントを中心にしてですね、ホラー映画だったりこうイタリア映画ですね、まあ、そういったところを中心にしてですね、一歩踏み込んだ形のですね、まあ、考察だったり解説をやっていくというスタンスでですね、このチャンネルを運営しておりますので、ぜひですね、チャンネル登録の方をねしておいていただければと思います。あとコメントとかですね、高評価等ぜひお願いしたいと思います。はい、それではね、早速入っていきたいと思いますけど、なかなかね、BFI ブリティッシュフィルムインスチュートというね、ところがこう17本の過去作ですね、ダリオ・アルジェントの過去作をですね、特に 4K という形で、イタリアのですね、チネチッタの協力を得てということで、修復版のレストア版のですね、 4K で17本ほど、ダリオ・アルジェントとダリオ・アルジェント関連作ですね、上映するという形になっていてですね、これが2023年のですね、5月いっぱいという形で、かなりね、気合いの入った、ね、上映ということになりますので、ね、ダリオ・アルジェントもね、イギリスのホテルに泊まったりしてですね、いわゆるこうトークですね、アフタートークだったり、舞台挨拶に、スタンバイしている状態ということですのでね、非常にね、この素晴らしい上映の機会がね、イギリスで与えられてるなって感じがしますよね。そんな中でね、代表作としてはダリオ・アルジェント1975年のサスペリアパート2、そして77年のサスペリアですよね。そして、フェノミナ1985年ということで、70年代80年代特に後半ですね、動物三部作を挟んでですね、サスペリアパート2以降ですね、かなり、すごく映画史上におけるね、名作というものがこう連発されていくような状況だったわけですけども、こんなところに対してですね、もう本当ですから、1975年のね、映画を見ているというと、もうかなりだいぶ前ですよね。だいぶ前ということですので、リアルタイムで見ている世代というのとですね、リアルタイムで見ていない世代っていうのが当然あるわけですよね。で、私はこうね、ちょうどリアルタイムで見ている世代ではあるんですけれども、ただこちらが少数派か多数派というとね、そうではなくてね、ホラー映画のファンってどちらかというとどうでしょうかね。日本だとね、ホラー映画ブームというのが、エクソシスト、オーメン、サスペリア等があってですね、その時にね、多感な小学生とか中学生のね、時代を迎えた時に、こう、ホラー映画のファンになったという、層というのもね、かなり多いということで、比較的ホラー映画の層というのが、40、50代、もし場合によっては60代ぐらいですかね、そんな形にこう分布しているというのがね、あるわけですけれども、ただですね、どちらかというと、ホラー映画というと、高年齢者といいますかね、中年以降の、映画ファンよりもね、どちらかというと若年層ですよね、若手にのために作られていると言いますかね、むしろね、ティーンエイジャーがこうね、いろいろとこう殺されていくみたいなものがあるわけでですね、比較的ね、若い世代、本当に日本でいうと、高校生とか大学生ぐらいでしょうかね、ちょっと中学生も入るかもしれませんけどね、なかなかね、若い時からだとね、制限がかかったりするんで、なかなか見られないところがあると思いますけれども、非常にね、若いティーンエイジの、ね、世代というのが、こうホラー映画のファンというかですね、一番こうね、ターゲットということになるわけですね。で、実際ですね、ダリオ・アルジェント自身もですね、私の映画を見に来るのは10代の若者であるというような形で分析をしているわけですね。実際ですからね、若手ですよね、10代が一番ダリオ・アルジェントの映画を見るというのが、ダリオ・アルジェント本人からの認識という形になりますよね。ただね、ダリオ・アルジェントって、日本だとね、アルジェント研究会、私が代表を務めてるね、いわゆる研究会ありますけど、そこだとどちらかというと、低年齢かというと決してそうではなくてね、私の年齢と同じぐらいの方が多いとは思うんですけどもね、ちょっとそういう特殊な事例というかね、日本の場合ね、そういった事例があるのかもしれませんけど、若手だけというかね、二極化というかね、そんなことがあるんですけども、そんな中でね、ニューヨークで特集上映、ダリオ・アルジェント特集上映ですね、リンカーンセンターでやったりですね、パリですよね、パリでも
上映が行われていると、シネマテイク等を中心にですね行われていったり、あとはローマでもですね、上映がこう大回顧上映みたいなのをねやったりしていますけれども、まあ、そんな中でですね、まあ、外にねこのダリオ・アルジェントの映画を見るためにですね、こう映画館の外に並んでいくという形でですね、あの行列を作るのはですね、まあ、20歳未満と言いますかね、要するにこうそういう若年層ということになるわけですね。まあ、それ言ったのが、まあ、ダリオ・アルジェントの認識だということで、当然ですね、まあ、ダリオ・アルジェント自身はね、あのこういった分析をしているんですけども、まあ、あのサスペリアパート2、まあ、ダリオ・アルジェントのね最高傑作 2本を挙げるといえば、サスペリアパート2な1975年とサスペリア1977年というのがね、まあ、大方なねあの言われ方すると思うんですよね。私も実際ね、そのぐらいそういったあの70年代のね映画がやっぱりね一番こう盛あのなんつうかねあのサイズだなとは当然思いますけどね。そんなところからするとですね、この20歳未満です、20歳未満のねあの若年層というのは当然このサスペリアパート2とかサスペリアをねあの同時代的には見てないですよね、制作年代でね。まあ、要するに劇場公開、初公開ですかね、最初にリリースされた時にはね当然こう生まれていないということになりますよね。でそんなところからするとね、生まれてない時の映画ってこう見るのかというとね、なかなかこう難しいところありますよね。やっぱこうねあの 見渡してみるとね、やっぱりこう若い世代だったりね学生なんかの話を見るとね、やっぱりこう劇場公開されてね一番新しいものというのがやっぱりこう一番見たいということで、古い作品ってなかなか見づらいというかね、そんなところは当然ありますよね。あの同時代性、音楽なんかもそうですよね。やっぱりこう今あの売れてるねあの世代のねミュージシャンが好きなわけでね、あの夏メロみたいな形っていうのはあまりこう好きじゃないっていうのがね、やっぱり人間のね差がですよね。ただね、夏メロの世代って言いますかね、昔好きだったアーティストがこう年齢を重ねていってね、まあ、あの夏メロと言いますかねになっていくということですのでね、まあ、決してそうではないというかな、ありますしね。まあ、最近のねちょっと前までのあのシティポップブームなんてもそうですよね。あのシティポップがね1970年代から80年代ぐらいのね音楽は結構 若者層というかね若年層にも聞かれてるというようなことがまあ、最近ありますけれどもですね、音楽なんかもねそうですよね。あの昔のね1970年代80年代のがもう2020年代になってねあの再ヒットするみたいなのがありますけれども、まさにですね映画の方もそういったことが起きていてですね、1970年代80年代ダリオ・アルジェントが盛んだった頃の作品がですねすごくこう若年層にも受けているということで、まあ公開年に生まれていなかったですけれども、まあ彼らの情熱というものが信じられないというようなことをねダリオ・アルジェント言ってるんですよね。まあなんかどちらかというとそうなんですよね。私もだからダリオ・アルジェントっていうねあの1940年生まれのねあの映画監督ですけれども、そのぐらいのねあの世代がこうリバイバルブームというのが、まあ、映画の世界だけじゃなくてね小説だったり音楽だったりね、まあ、あらゆるところで起きてるっていうのは、まあ、多分実感としてあるんですよね。あのちょっとまあ脱線しますけどね、あの音楽なんかだとねあのシティポップスであの林哲司さんとかの作曲がねすごくあのなんですかね、まあ、夜中のドアとかねそういったものがこう最近というかね少し前からこうクローズアップされてくるような形でこうリメイクというかね新しいことができてますけれどもね、まあ、ちょうどその頃なんですよ。音楽でいうとねあのそのぐらいのね、まあ、あのまあ堤恭平さんなんていうのはお亡くなりになっちゃいましたけど、堤恭平林哲司という作曲家だったりね、まあ、そういった頃のものがこうねあの、まあ、脚光を浴びると言いますかね、再びこうリバイバルみたいな形ですごくねヒットしてますね。あの 作詞家でいればね瓜野正夫さんとかね、もうなんかその当時のね作詞家としてこう一世を風靡したような方がですねこうなんかすごく仕事を続けているうちにね、まあ、再評価される流れみたいなのがありますよね。まあ、それとまさしく同じでね、引退してしまうとこうなかなかこうあの再評価ってつながらないんですけれども、ダリオ・アルジェントはこうねずっとこう最盛期の時ですごく頑張ってですね、まあ、あのやっぱりこうねなかなか映画を撮れないなんですかねその期間というのはあってもですね、こうずっと続けてますよね。続けているからね昔のものがこう流れがもう一回来た時もねやっぱりこう再評価であの表に出てくるというかね、まあそういうようなことだと思うんですよね。だからねこう引退した方がいいとかではなくてね、ずっと続けていているとね昔の作品があの再評価されていくっていうね、まあそういうような流れっていうのがこの映画業界特にねダリオ・アルジェントについてもね言えるんではないかなと思いますよね。はい、そんな中でですね、まあいろいろとねこのあの舞台挨拶って言いますかね、あのまあ質疑応答の中ではいろんなことが話されているわけですけども、まあダリオ・アルジェントの映画ってねあのよく言われるのがねこう起承転結と言いますかね、プロットがねこう尻滅裂だとかね、まあ本当にそうなのっていうかですね、こうよく考えてみると辻褄が合わないとかですね、そういったこと言われるかと思うんですよね。まあ実際それはあの批判だったりね、あの単純的に見てるとそういうことが単純っていうかね、あの要するにこうパッと見ただとね、あのわけがわからないとかね、辻褄が合わないとかこう整合性がないとかね、まあそういった批判っていうのはまあよくあるわけですよね。でこれは特に日本だけではなくてね、全世界的にやっぱりそういうことを言われてるわけですよね。要するにこう
よくわからないというか、まあ、なんかこう、本当にこうだと、よく考えると、本当にそうなのとか、ご都合主義とかね、言われますよね。まあ、ただで、それは言われている話なんですけども、ただですね、まあ、この筆者のね、方に言わせるとですね、催眠術的だっていうんですよね。ですのでね、なんか見てる間はね、よく考えるとわけわかんないとか、こう、騙される、騙されてるっていう感じがするんですけども、まあ、実際ね、映画の作り方がすごくうまい、巧みで、催眠術的なのでね、ナンセンスなプロットラインを受け入れてしまうと言いますかね、要するにこうセンスって言いますかね、要するによく考えるとやっぱり辻褄が合わないんですけれども、見てる間はこうあれよあれよという間にね、映画の世界に飲み込まれてしまうというかね、まさにこうなんですかね、オレオレ詐欺とかね、電話かかってきてね、こう誘導されるままお金を振り込んでしまうとかってありますよね、お金を渡してしまうとかね。まあそういったのってこの別にそこを賛美するわけではないんですけど、やっぱこう人間のね、隙間をつくと言いますかね、その辺のこう人をこう誘導するところっていうのは、ある意味うまい面っていうのは当然ありますよね。でそういったところからするとね、ダリオ・アルジェントの映画っていうのもこうね、辻褄が合わないところっていうのは当然あるんですけども、こうその辺のうまさですよね、うまくこう現実だとかね、辻褄合ってるようにね、その見てるうちは思わせてしまうようなこうやっぱり高度なテクニックっていうんですかね、そういったものがあるので受け入れてしまうということですよね。でそんなところでね、まあ夢的な世界だとかね、まあ、実際こうね、いうことがよく言われるわけですけども、まあ、ダリオ・アルジェントに言うとね、まあ、ただ夢をね、映像化してるとか、悪夢を映像化してるっていうのは当然、ダリオ・アルジェント本人言ってますしですね、まあ、それが嘘ではなくてね、実際そういうことを題材にしてね、映画を作ってるわけですけども、ただですね、まあ、アルジェントに言わせるとですね、まあ、ただね、こう夢というものを単純に映像にしているわけではないということで、まあ、本当にね、夢で見たものを本当にこう、なんていうの、何も考えずにですね、こう、理想の列挙を追い求めるみたいに映像化してるわけではなくてね、やっぱりそこの中にはね、やっぱりこうね、一つのロジックみたいなものをやっぱり構築するというかね、まあ、そこがやっぱりこうあるわけですよね。ですので、単純にね、映像化してるわけではなくて、こうやっぱりより現実に近い形での映像化を目指してるというところが、こうそこのね、映像の中、なんですかね、現実の中に目が入り込んでるっていうんですかね、まあ、そういったところがこうやっぱりこうアルジェント独自の世界って言いますかね、もう他のところが真似するとね、他の作家真似するとね、本当に夢と現実感を失った夢みたいなものを作ってしまうと、そうするとね、やっぱり面白くなかったりするわけですけども、現実だけでもなく、夢だけでもなくてね、もしその中に、現実の世界の中にね、わずかながら映画の夢のところが投入されてるという、まあ、そういった作業ですよね、そういったところが非常に難しいというか、彼の個性だということになるかと思いますけどね。はい、そんな形でですね、まあ、アイディアというのがね、夢から、すべてがね、夢から、悪夢からね、インスパイアされて、このストーリーができてるわけではなくてですね、まあ、いろいろなことがあってですね、まあ、複合的にね、映画を作るの時のきっかけというのができてくるということになります。で、特にですね、次の話したいと思いますけど、まあ、サスペリアパート2ですね、これやっぱり大傑作というかね、私も一番好きな作品ではありますけど、サスペリア2のアイディアですね、まあ、どこから生まれたのかな、最初から最後までね、すごい作品ですけどね、これはですね、ダリオ・アルジェントが今回話してるのは、ローマでですね、渋滞の中をですね、車で走っていた時に生まれたということを言ってるんですよね。ですのでね、必死になって考えたとかね、こう原稿用紙っていうか、今だと何ですかね、タイプライターですかね、イタリアだとね、原稿用紙っていうのが特にね、日本のマス目がついているもので書くわけではないんでですね、紙に向かってね、こう悪戦苦闘しながらね、こう必死で考えたというよりもね、大きなアイディアというのは、車を運転している時にこう渋滞をに巻き込まれたというんですかね、そんな時にローマの、ね、中で生まれたということで、そこで思いついたというのがね、このサスペリアパート2の、大きなアイデアの発想のものだということを言ってるんですよね。まあ、これはなかなかすごいですけども、まあ、実際に、ね、だから何ですかね、物語の発想とかね、アイデアって決してね、なんかこうぐーっとこうね、考えよう考えようとかね、よく経営とかね、会社だとブレインストーミングとかってありますよね。こう発想を柔らかくしてね。例えばこういうね、新規事業開発とかっていう時にだとかね、みんなで考えてね、アイデアを出し合ってね、こう、なんかこうポストイットに書いたりしてですね、こう貼ったりしてですね、ロジック、まあちょっとね、専門的になって面白くないかもしれませんけど、ロジックツリーとかね、いろいろと発想のやり方ってあるんですよね。いろいろとアイデアの出し方ってね。まあそんな形でね、本当にこう意図的にこうアイデア出せ出せでね、みんなで工夫してこうね、ロジックを考えて考えて、こう作るというのはね、まあ経営的な手法だとそういうのが当然あるんですけども、そうではなくてね、こうポッと思いついたっていうかね、何か他のことをやってる時に思いついたということがあるわけですよね。で実際ね、サスペリア2もね、そういった形でうなりながらね、例えばブレインステーミングとかですね、みんなでね、こうね、脚本家たちとかプロデューサーが集まってね、考えたわけではなくて、
まあ、そんなところでね思いついたということですね。でそれの説明するのにね、ダリオ・アルジェントの科学者の発見について、まあ、読んだ本というのを挙げてですね説明してるんですけども、例えばこのね、あの有名なのはニュートンのね、あの万有引力の法則ってありますよね。あれはあのリンゴから、リンゴじゃない、木からリンゴが落ちるところから万有引力の法則を発見したなんていう、こうエピソードがありますよね。そこからどうやって発見するのかなと思うわけですけども、まあ、確かにね、だからこうあらゆる発見ってね、こう試行錯誤だったりね、あちょっとしたところでアイデアが思いつくっていうのは当然あるわけですよね。でそんなところでですね、あの、まあ、科学者の発見と同じで、まあ、偉大な発明家の一人はバスに乗っている時にアイデアが浮かんだというようなことを言ってるんですね。ですのでね、バスに乗っていた時にこうパッと浮かぶというから、まあ、実際それはあるかなと思いますね。私もね、あのいろいろとこう論文とかを書く時にですね、あのうなりながらね、いろいろ実験とかね、実証とかね、あの調査をやりながらね、あのこう緻密に浮かぶというのは、まあ、確かにあるんですけども、まあ、ただね、そのきっかけですよね。大元にこういう形にしたらいいんじゃないかとか、こういうね、なんていうかね、あの考え方とか、こういうフレームワークというものがあるんですけども、まあ、こういうね形でこう図にしてみると分かりやすいとかね、全てが説明できるんではないかとかっていうのは、まあある意味ね、うんなってるというのもあるんですけども、それだけではなくてね、こうプッとこうね、例えばお風呂に入ってる時にね、まあこうしたらいいんじゃないかとかね、なんかこうちょっとしたところで思い浮かぶっていうのは当然あるわけですね。あのそういった、あそうだったのかっていうのはね、あの例えばこう数学のね、数式のなんかね、あの定理が証明できるとか、定理というかね、あのこういう事実を証明できるとかね、証明ありますよね。あの数学の世界でもいろんな世界ありますよね。あの、まあ、例えばこう経済学でもね、あのこういう法則だったりね、あの、まあ、どういう形でね、まあ、例えばあのモデルというかな、理論ができるかというのは、まあ、必ずしもね、こう緻密な、ね、分析をやって見つかるというのは、まあ、それがほとんどだと思いますけど、そうではなくてね、こうなんじゃないかなということから、それからって、それがアイデアで、それに対する証拠を集めっていうかね、データを集めて、こう、定式化しているっていうのが一般的だと思うんですけども、まあ、それの同じでですね、あの、発明家もバスに乗ってる時にアイデアが浮かぶと、それがすごく大ヒットするとかね、そんなことがありますので、まあ、私のも同じで、まあ、映画のことを考えている時にね、映画の内容が浮かぶというかね、こう、うんうんなってこう合宿やってね、あの映画のことをひねり出すというのもあるんですけども、そうではなくてね、映画のことを考えていないって言いますかね、要するに映画以外のことをやってる時に映画のことが浮かんでくるという、まあ、そういう発想というのも当然あるということですよね。まあそれもだから、まあよくわかるなって感じしますよね。まあそういった形で、まあアルジェントは言ってますよということです。でですね、まあ、あの発想のもとというのはね、だからこう、まあ、全ての人生というから、あの生活全てがね、やっぱりこう映画に直結するというかね、まあ、ただこれもね、あの映画以外のことを、映画を考えていない時にね、映画のことが浮かんでくるっていうのは、やっぱりこう心の底で何か考えてるんですよね。こうどうしようかなとか、そういう問題意識というかね、あの発想を出さなきゃいけないなっていうのがこうあった中でね、出てくるとは私は思ってるんですけどね。まあ何も考えてないとね、単にこう何も考えてないの出ないんですけども、あこういうの考えなきゃいけないな、ちょっとそれで他のことをやってみようという時に、あそうだったのかと思い出すというかな、そんなような感じではないかなと。やっぱりこう、あのいろいろとね、物を作る人とか物を書く人ってみんなそういうことだとは思うんですけどね。まあそういったところをね、アルジェントはこうね、お話をされているということになります。はい。そしてですね、ちょっと話が変わってですね、乗り物ね、あの要するに先ほどのですね、あの車で、あの走っている、ローマで渋滞の中、車で走っている時にサスペリアパート2のアイデアが生まれたという話からこう動いていってですね、こう映画ですね、ダリオ・アルジェントの映画って結構、乗り物から始まる映画って結構というか、いくつかあるわけですね。例えばサスペリアはどうでしょうかね。サスペリアは、こうね、あの、主人公のスージー・バニオンがですね、この飛行機でね、あの空港に、ドイツの空港に降り立ってきますよね。ですので、こう飛行機に乗ってあるところに来るというのが冒頭ですよね。で、あと、フェノミナですね。フェノミナもですね、これどういうシーンから始まったかというと、このスイスの山岳地帯でですね、こうバスがガーってやってきますよね。で、バスがこうね、あのやってくるというか、バスに乗り遅れると言いますかね、もともとね、おそらくね、そのグループでね、その辺を散策していて、集合時間になってね、バスがやってきてこう乗っていくというような話だと思うんですけども、この主人公ね、最初に殺されるフィオーレ・アルジェントを演じるね、あの若い女子学生はね、バスに乗り遅れますよね。でそんなところからすると、まあバスがやっぱりこう移動するということで、あのどこか見知らぬところに来たというところから始まってくるということですよね。したがってですね、まあ、乗り物とかね、あの飛行機だとかバスみたいなものとかね、そんなものというのが、あのインスピレーションに左右するんでしょうかというような質問があったんですけれども、それに対してですね、ダリオ・アルジェントはこう答えてるんですよね。私のインスピレーションが
点から来るとは思っていないということで、当然ね、そう、まあ、何もね、サスペリアパート2が運転してる時からだからといって、全ての映画ね、映画が運転から来るとは思っていないが、まあ、旅行がに対してはすごく好きであってね、すごく情熱を持ってるって言うんですね。まあ、確かにね、アルジェントのこうフィルムグラフィーだとかね、フィルムグラフィーというか、自叙伝とかね、自分がこうインタビュー答えてるとね、まあ、いろんなところに旅行してますよね。例えばサスペリアですよね。サスペリアをこう作る時にもね、いろいろとこうダリア・ニコルディと一緒に旅したりね、していますし、この元々のあれですよね、デビュー作のね、喜びの牙という作品をね、まあ、もともと発想する時も、チュニジアの、海岸で寝っ転がっている時に生まれたとかっていうふうなことを言っててですね、結局だからいろんなところに旅行したりね、いろんな見聞を含めたりしてっていうことで、まあ旅行というかことに対してですね、ダリオ・アルジェントっていうのはね、いろんなとこ行くんですね、世界中のね。まあそこに対してこうすごく情熱を持ってるというんですね。そんなところでですね、まあ場所から場所へ移動する人々に、まあ、多くの注意を払ってるということを、ダリオ・アルジェントはそのトークショーで話をしてるんですけども、まさにね、こう、移動ですよね。まあ、ダリオ・アルジェントの映画ってよそ者というかね、まあ、それは物を売るためのね、まあ、ジャンル全体に言えることだと思うんですけども、例えばこう、あれですよね、喜びの牙の場合はですね、例えばこう、アメリカ人の作家がね、ローマに来ていて、帰ろうとするときにね、事件に巻き込まれるという話ですので、まあ、もともとアメリカ人ですよね。そんなところだったりね、サスペリアパート2も、まあ、イギリス人のジャズピアニストという設定でしたよね。ですのでね、基本的にはこの外人だったりね、こちらのジェニファー・コネリーですね、フェノミナのジェニファー・コネリーも、こうね、やっぱりアメリカ人でスイスのに留学してくるという話ですので、まあ、まさにね、移動というかよそ者の話ではあるんですよね。まあ、これは国際的なキャストにしたいというかね、国際展開というか、そういうまあ、外国人の、まあ、特にアメリカ、英米人ですよね、英米人のこう主人公にすることでですね、まあ、比較的こう、国際、世界セールスって言いますか、ワールドセールスに載せやすいという、まあそういうね、商売的な見地もあるのかと思いますけどね、まあそもそもね、スージー・バニオンですね、サスペリア・スージー・バニオン自体もですね、アメリカからやってきたということからするとね、やはりこうね、ジェシカ・ハーパーというのを主人公にすることでね、アメリカにも売れやすくするというような、まあそういった、いわゆるね、商業的な見地もあるんでしょうけれどもですね、まあ、移動する人々ですね、まあどこからか、やってきたりですね、どこかへ去っていくと言いますかね、まあそれはある意味ね、映画の王道だったりするわけですよね。まあそんなところで細心の注意を払ってると言いますよね。本当にちょっと話は変わりますけど、男は辛いよとかね、寅さんなんかもね、一応このね、あれですよ、葛飾柴又には席というかね、現住所はおそらくあるんだと思うんですけどね、こう、ふらっとこう、帰ってきてね、ふらっとこう、他のなんかね、全国各地にね、敵屋さんをやりにね、去っていきますよね。で、そんなところで、風天の寅さんもね、こう、日本中旅してるというところで、そこでね、いろんなとこ行くというのが面白いわけですよね。釣りバカ日誌なんかももう昔のね、ちょっと、なにわ節みたいな話になっちゃいますけど、釣りバカ日誌もね、いろんなところに釣りに行きますよね。そういったいわゆるこう、ロードムービー的なね、どこからやってきて、まあ、根拠地はあるんだけど、どこからともなく行ったり帰ったりみたいなところってすごくね、映画としてはすごく面白いわけですよね。で、そんなところからするとね、このいろんなところに移動して、行くと、場所から場所にね、移動するというのがすごく注意を払っていると。まあやっぱりね、こう移動するというのは一つのドラマですのでね、すごく注意を払うというのはわかるかなと思います。そんなことですよね。はい。で、そんなところでですね、まあ要するにこうアイディアですよね。ダリオ・アルジェントの映画っていうのはこうストーリーはこう陳腐だけれども、ストーリー以外のこうなんですかね、映像だったりね、音楽っていうのは素晴らしいみたいな映画とされることはあるんですけど、まあただね、そうは言ってもですね、中核的なストーリーですよね。まあそこがすごく魅力的なわけですよね。そのストーリー、だからその整合性が合ってるとか合ってないとかということは置いておいてですね、それはさておきですね、その元のなるアイデアですよね。その自体はすごくね、設定だったりね、すごく魅力的なことがありますので、まあ、そこがね、なければこう、絵だけだとね、プロモーションビデオみたいになっちゃいますのでね、そういったところが、やっぱりこう、中核的なストーリーあってこその映像だというのがね、ダリオ・アルジェントの作品ですので、このストーリー自体はね、単純なんですけれども、すごくね、魅力的だというふうに言うことができると思うんですね。そこでですね、何も夢だけではなくてね、アイデアというのはどこから出てくるかということなんですが、まあ、夢から来るものというね、まあ、私は映画を、悪夢を映画にしたというふうに言ってますけども、それでね、夢から来るものもありますよ。で、ただしね、まあこういったね、サスペリアパート2みたいに突然のインスピレーションから来るものっていうのもあると、当然あるということですね。そしてですね、まあ勉強から来るものっていうかね、要するにこう研究だったりね、勉強からというか調査とか研究ですよね。まあこういうのをしっかり調べた上でね、それを織り込んでるというのも当然あるということですね。で、ここでですね、崩壊しないというかね、ダリオ・アルジェントが夢だけであればね、こう非常にこうぼやぼやっとしてね、こう、
わけのわからない作品になるんですけども、この夢から来るものがありながらもね、ダリオ・アルジェントっていうのはこう、まあ、科学的なね、調査だったり、こういうニュースだったりね、いわゆるこう調査、精神なんですかね、いわゆるこう精神分析とかね、そういったところが心理学だったりですね、あとは科学的な根拠に基づいてね、いわゆるこう脚本を作ってますので、まあ、そういったいわゆる調査とか勉強ですよね、そういったところから来るものというものがあるということで、何もね夢だけではなくてインスピレーションもあるし、きちっとねいろいろ調査した上での、ストーリーをね作っていくということがあるということで、まあ、様々だということをねお話はしているということになりますよね。はい。でそこがですね、やっぱりアルジェントの強みであったり、そこが一つねすごく圧倒的な支持を受けるところではないかなと思います。はい。そしてですね、その中で今回お話があったのがスタンダールシンドロームですね、まあ、精神分析というねところからいくとですね、1996年の、まあ、作品ですけれども、まあ、こちらはですね精神分析の研究を取り入れたということで、そもそもねスタンダールシンドロームというのが自体がねこうなんですかね、こう上を見上げるとねこうなんかこう失神するみたいな話で、まあこれもね基本的にはこの精神病というか一種のねそういったものだというふうに考えられてますので、精神分析の研究を取り入れているということが言えると思います。まあ確かにねこのスタンダルシンドロームっていうのはこうアーシア・アルジェントが、まあ、ダリオ・アルジェントと組んでるね6本ほど組んでますけど、その中の2本目ですね、トラウマ先決の叫びがあって、その次はねこのスタンダルシンドロームでアーシア・アルジェント出てるんですけど、まあ本当にね冒頭のフィッツィ美術館のところからね、アーシア・アルジェントがねちょっとこう警官の役をやってるわけですけどもね、すごく幻聴じゃないけどね、絵の中から音が聞こえてくるとかですね、絵の中にこう吸い込まれてしまってね、こう魚とキスをするシーンがあったりですね、まさにこう絵の中に入り込んでいくような形のこう非常にね夢のような作品と言ってもいいと思いますね。中盤にでもね、アーシア・アルジェントが絵の中に入っていくようなシーンとかね、絵と現実がねこう一体となってこう絵の中を行き来するみたいな、すごく魅力的な描写というものがありましたけどね、まあ、そんなところでね夢のような映画ですけれども、個人的な夢には影響されてないということで、まあ、これはダリオ・アルジェント自身がねこう見たような悪夢の映画ではなくてですね、むしろねこういう精神分析の研究をですね十分にした上でですね、それを映画に取り込んでるというような作品だということだとねいうような形で説明をしているということです。ですのでね、まあ、夢のような作風なんですけども、本当にねアルジェントが、こう中核となってね、この精神分析をこうなんですかね、娯楽性を失わないような程度にとどめてはいますけどもね、そういったところの見地がね十分に発揮された作品がこうスタンダルシンドロームではないかなという感じがしますよね。はい。そしてですね、話はこの最新作のダークグラスですねに及んでですね、まあ、ダークグラスというのがねありましたけど、この音楽ですね、音楽についての話というものが出てきました。これ音楽はねダークグラス作品完成した作品はねアルノール・ボチーニというねフランス人のねなんですかね、エレクトリックダンスミュージックのねすごく売れっ子のね、ミュージシャンがねやってますけど、一番最初はね、まあさらにアルボボチーニよりはさらに売れてると言いますかね、もうあれですけどダフトパンクですよね、こう人気があったねダフトパンク、まあ、こちらが最初に話に上がってたわけですね。その後なんかねインタビューに出た後こうプロデューサーの方でね否定が入りましたけども、まあアルジェントに言わせるとね、ダフトパンクを起用したかったというような話でね、まあちょっと未練はあるなって感じなんですよね。でその中でねちょっと面白い発言してるんですけども、私は彼らと一緒に音楽を作りたかったということで、まあ実際作り始めたという話をしてるんですね。まあこれ即座に後で否定してますけど、まあ作り始めて、彼らは何かを作り始めたんではないかというふうに思っているというふうに誰はアルジェント言ってます。でですね、まあただね、その後にダフトパンクっていうのはね、解散してしまうという形になって、まあエージェントですよね。まあ彼らのエージェントから電話で連絡があってね、彼らを解散したということになりましたので、まあダフトパンクは、このダークグラスのね、音楽担当としてはまあ実現しなかったわけですけれども、まあ実際ね、音楽をね、ダフトパンクが書いたらどうだったんだろうなっていう、まあ、期待といいますかね、そういったものは残る感じですよね。まあ実際ね、ちょっとアルジェントの発言で気になるのは、彼らは何かを作り始めたと思うということで、場合によってはね、わからないんですけどもね、ダフトパンク自身ね、このダークグラスのね、脚本なりを読んでですね、脚本だったりアイデアを知ってですね、何らかの曲を作ったという形もあるのかもしれませんね。もう今解散してしまって分かりませんしね、本人に聞かない限り分からないと思いますけど、場合によってはデモテープなりね、大元のこうアイデアを記したこうなんですかね、録音だったりね、そういったものが何らかの形で残ってると、どんなもんだったのかなって聞いてみたい感じがしますけどね。まあちょっと
なかなかね、幻と化してしまって、まあ、録音してるのかどうか分かりませんしね、それがこう残ってるのかどうか分かりませんけど、まあ、何かを作り始めたと思うという、まあ、これもダリオ・アルジェントが今、本人がね、こう、主観的に言ってるだけで、ね、全然できてないかもしれませんけどもね、できてたとしてればちょっとね、ダークグラスがダフトバンクの音楽だったらどう違っていたのかというのはちょっと見てみたいなって感じはしますけどね。まさにね、だから本当はこう一番良かったのはダフトパンクだったというのがね、ちょっとそれは未練というかな、残るかなという感じは しますよね。私もこれで、ダフトパンクだったらどうなのかなって感じよね。ギャラとかがどうなるのかってのは分かりませんけどね、高額なね、ギャラだとするとね、あんまりこう、ダークグラス自体ね、そんなお金が、予算がね、かけられない作品だったのでね、ダフトパンクだけでお金がいっちゃうとね、大変だと思うんですけども、なんですかね、いわゆるこう、お友達とかね、そういう価格でね、やってもらうと、どういったのかなって聞きたかったなと思いますね。はい。そしてですね、まあ、最近の流行で言うと、まあ、ダークグラス、まあ、2023年のね、4月に日本では公開されましたけど、ギャスパーノエのボルテックスですね、渦というね、意味ですけれども、こちらにもね、ダリオ・アルジェントは、今度は役者ですよね、主演ということで、役者として登場しているということですので、まあ、これについても話があるわけですよね。で、こちらについてはね、どうなのかというと、まあ、役者をやってみてどうだったかということでですね、今後続けることがあるのかって話なんですけども、まあ、友人の行為だって、あくまでもね、ギャスパー・ノエというのを、ダリオ・アルジェントは、まあ、年齢的にはね、かなり下ですけれど、ギャスパー・ノエの方が下ですけれどもね、まあ、友人の行為という形で私は出たんだよということで、まあ、今後はね、出演する予定は他の映画にも含めてね、次回作にも出演する予定はありませんよということで、もう役者をやるつもりはないということで、まあ、否定をしているということで、まあ、これはまあ当たり前というかね、なんですけども、まあ、あくまでもね、この、ギャスパーの上に口説かれたというんですかね、まあ、そんな形でちょっとやってみたということ、ちょっと仕事がね、ちょうどなかったというのもあるのかもしれませんけどね、やってみたというね、そんな感じだと思うんですけど、まあね、こちらは、まあ、誰あるじゃんとね、この80代になってね、いよいよ主演というかね、映画にも出演したということで、まあ本当にダークグラス、ボルテックスですね、まあ、こう立て続きにありますのでね、まあこんなことあるんですけども、役者としてはね、出演という形でことをやることはないよと。で、それによってね、特に自分の演出が変わることもないというような話はしてるんですよね。まあ役者の気持ちが分かったとは当然言ってますけどもね、自分自身のね、それによって影響されることはないということで、まあ、我が道を貫いていくということなんだと思うんですけどね。はい。そしてですね、次がですね、話としては次回作の話ですね。次回作の話について話が及んだんですけども、まあ、これですね、まあ、次回作についてはね、ダリオ・アルジェントが、まあ、実際ちょっと過去ね、話をしていて、イザベル・ユペールですね、女優さんのイザベル・ユペールが主演をしてですね、パリで映画を撮るというような話をされていたんですけれども、で、実際に私もこれはダークグラスのパンフレットにね、ちょこっと書かせてもらってね、最後のね、次回作のことについてのインフォメーションというかな、いう形で、イザベル・ユペールを主演にして、パリで撮るというね、話をされて、実際ね、ダリオ・アルジェントの口から、そういうことを言ってたんですけども、なんかそれがね、ちょっとうまく、立ち消えになったのがね、わからないんですけど、ちょっとその話はちょっと、ペンディングになってですね、今、テレビシリーズへのオファーは受けてるということで、まあ、だからおそらくね、ちょっとなかなかね、イザベル・ユペールでパレード撮るって話は、ちょっとうまくね、やっぱりこう、映画って水物ですからね、ずれていってですね、まあ、テレビシリーズについてのオファーで、まあ、自分が監督するのかね、まあ、プロデュースというかな、いわゆるこう、あれですかね、監修という形でですね、プロデュースをやるということ、監修という形になるのかもしれませんけどね、テレビシリーズのオファーは受けているということで、まあ、イザベル・ペールについてね、次回必ずやるよって話は、まあ、ちょっとトーンダウンしたというような形ですね。だから、やらなくなる可能性というのは非常にありますね。まあ、いろいろね、アルジェントって言うんですけど、結構ね、立ち消えになってる作品って結構ありますので、まあ、今のところはテレビシリーズが最有力だということになります。はい。そしてですね、次に話があったのが若手の監督ですよね。若手の監督ってね、いろいろとこう出てきてですね、もうアルジェントをリスペクトしている、作家というかな、映画監督も結構いるわけですよね。そんな中でね、まあ、いわゆるこうジャロといってもね、新しいマリグナントとかですね、そういったいわゆるネオジャロですよね。ラストタイムインソフォーなんかもそうですし、いわゆるね、新しい世代がジャーロを作ってきてるというようなね、ラストライトインソフォーね、ラストライトインソフォーとか、いろいろ、ありますよね。その中でですね、まあ、ネオジャーロというのも盛んになってきてるわけですけども、どういう若手有望株、どんな人がいますかとかね、なかなかこう期待できる人、どういう人がいますかというようなことが聞かれたんですけども、ですね、まあ、その中でね、近年の作品としてはですね、まあ、ダリオ・アルジェント、よかったのはヘレディタリー。
が良かったというような話はしてるんですよね。で、まあ、こちらについてね、褒めた。ヘレディタリーを褒めたということなんですけども、ただね、具体的な作家名ですね、具体的にこの監督がいいとかね、ジェームス・ワンがいいとかね、そういうことは言ってないんですよね。まあ、これ、やっぱり、アルジェントが言っちゃうとね、ちょっとやっぱりそれは良くないのかなということだなのかもしれませんし、ね、具体名は、あえてね、やっぱりこう、作家としてね、同じこう、クリエイターとしてね、まあ、この人は才能があるとかね、この人は認めるとかっていうのは、ちょっとやっぱりね、ここまで、対価になっちゃうと言いづらいっていうかね、あるかなと思いますしね。まあ言われなかった人はこう、逆に言うと、なんで言ってくれなかったんだみたいな話になっちゃうかもしれませんしね。まあ具体名を挙げなかったということでね、やっぱりこう、若手の新しいね、才能が育ってくるというのは当然あるかと思いますけど、言ってないということですね。はい。そしてですね、サスペリアの、ルカ・グアダニーノ版のサスペリアですね。まあこれはちょっといつも聞かれるんですけども、聞かれるというかね、ダリオ・アルジェント最近よく聞かれる傾向があるんですけども、まあルカ・グアダニーノ版のサスペリアについてはどういうふうに思いますかということでね、まあ、これについて話を及んでいくわけですけれども、まあ、こちらはね、昔からダリオ・アルジェントはこうやっぱりこう面白くないとかね、否定的なことしか言わないというか、まあいわゆるディスってますよね。で、今回もね、やっぱりそのスタンスは変えてなくてですね、やっぱりよく見たらよくなったというわけではなくて、まあ、あまり楽しめなかったということでね、やっぱりこれ素直ですよね。で、なぜ私の映画を作ったのか理解できないということで、まあだからサスペリアをね、リメイクすること自体、ちょっと作ること自体がもう全然理解できないということで、まあちょっとお怒りの様子という感じですね。で、まあ要するにね、こんな形でですね、まあ、理解できなかったということで、まあ要するにこう、つまれないというか、なぜ、だから、まあリメイクするにもね、まあ理由なりね、なんかこう、大義名分があればいいわけですけれども、そうではなくてね、あまり楽しめなかったというのは、こう、なぜ、このね、私のサスペリアを作ったのかが理解できなかったから非常に楽しめなかったというですね。で、これはね、アルジェントに言わせると、ガダリーノ・サスペリアはこうリメイクではないということでね、もう断言してます。で、まあ別の映画ですよということで、サスペリアともう別の映画だということで、まあつながりがよくわからないということですので、まあつながり自体ね、もう喪失してるというふうに考えていいのかなと思いますね。まあ実際ね、だから、まあこれは素直な感想だと思うんですよね。多くのね、アルジェントファンにとってはね、このサスペリア、グダニーノ版のサスペリアっていうのは、サスペリアと別物っていうかね、別物として見ればまだいいんじゃないかという意見もありますけどね、少なくともね、サスペリアと名乗ってほしくないというかな。そんなような意見というのが圧倒的に多いと思いますしね。別の映画として見ればね、別にそんな悪くないとは思うんですよね。ただ、サスペリアという名前のリメイクだと言われると、やっぱり違和感が十分たくさんありますよね。そんなところでね、ジェント自身も、まあ、一観客として見るということには当然なると思いますけどね。ということになるとね、つながりがよくわからないということで、非常にね、こう楽しめなかったというようなことを言ってますよね。で、具体的に言うとね、ちょっとツッコミがあるんですけど、グダニーノ版が、グアダニーノ版の、ルカ・グアダニーノ版のこのサスペリアというのは、これ時間設定というかね、時代設定がきちっとできてるわけですね。きちっとできてるというか、むしろね、1977年のベルリンというところに、こう、具体的な時間の流れというかね、そこがもう、ありますよね。作ってるわけですね。今からだから、まあ、2000年代に入ってね、1977年ですから、まあ、ちょうどサスペリア公開された年が1977年ですから、そこのベルリンということに、まあ、持ってきてるということですよね。まあ、そこがある意味具体的でこう歴史的なね、社会的な情勢だとか政治的な情勢っていうのは入りやすいというかね、ありますよね。まあ、それに対してアルジェント版のね、サスペリアというのは、いわゆるこう、フライブルグというところに行ってますけれども、時間の外であって、いわゆるこう時間というとかね、年代とかね、場合によってはこう場所とかね、そういったことも超越したような形になってますよね。したがってですね、まあ、時間の外であるということですよね。そしてですね、いわゆるこう、より具体的と言いますかね、こう状況設定をきちっとこうしないままね、要するにこう、ある意味時代を超越した雰囲気に、時代を超越した雰囲気を与えるつもりだったという、まあ、アルジェント言ってますけれども、このだから1977年に公開されたからといって、それがその同時代性があるとかっていうわけでもなくて、時代というものは特にね、感じさせないような作品になっているというふうにね、言っていいかなと思います。実際ですのでね、1977年のベルリンというのはまあその時ですけども、サスペリアってね、だから77年に公開された後、まあ、例えば2000年代入ったり2023年に見たとしてもですね、古いというか、なんかこう車とかね、その辺は自動車とかタクシーとか出てくると、まあ、古いといえば古いんですけども、それ以外の部分って、古いとかそういう感じはしませんよね。時代というものが特に出てないということからすると、こう時代を超越して、
通用するというかね、そんなような作品になってますので、まあ、時代を超越した雰囲気を与えるつもりだったということで、要するに何年経ってもね、古びないというようなね、あの設定になっていると。それに対してだから、ガダリード版というのは1977年と過去の設定で、いわゆるこう時代劇的な設定にしているので、ある意味ね、そこが具体的になってしまって、こうあのなんですかね、そのファンタジックなところはね、少し喪失してるんではないかというような発想だと思うんですよね。でそんなところでね、あのダリオ・アルジェント自身、こう自分のね、あの作品のことを 評価と言ってるんですけど、まあ、1970年代にはね、私の作品というのはすごく人気があったということで、まあ、あの映画館でね、あのサスペリア2、サスペリア、あとインフェルノとかね、ゾンビとかのプロデューサー機ですね、そういったものがすごくあの上映されていて人気があったんですけども、その後ね、人気がなくなっていったと自分で言ってるんですね。だから80年代、90年代、まあ、2000年入ってね、あの人気がなくなっていったと。まあ当然古い映画っていうのはね、あの見られなくなっていくんでね、いわゆる名画像等にもかかっていかないですから、見る人がいなくなってくるので、あのなかなかね、失われていくみたいなところがあるのとです。新作がね、なかなかこういいのが撮れないということがあったりするとね、忘れる過去の人だとかっていうふうに思われちゃうかもしれませんけど、まあそういった中でね、 DVD だとかが出るような時代になってきたということで、あの特にね、あの DVD だったり、今で言うとブルーレイだったりね、まあさらにあの映像配信ですよね。そんなところによってダリオ・アルジェントの作品というか配信されるに至ってですね、やっぱりこう若者にとってもですね、あの時代を超越して見られるようになってきたと。まあそういったところがね、現代のこの再評価といいますかね、あのにつながってきてるではないかというような話ですよね。はい。でそんなところでね、あのアルジェントというのはこう時代性がっていうかね、要するに古びないといいますかね、こう古いとか夏ベロにならないっていうかな、そんなところがあるような作風ですのでね、まあ、そこがやっぱりこうね、ずっとね、あの時代を超えてね、あの評価されたりね、あの人気を保ち続けるものではないかというようなことを言ってるわけですよね。はい。そしてですね、最後にこのなってですね、この映画館でね、あのダリオ・アルジェントの作品をね、この17本見るということになるわけですけれども、まあ、この中でね、どういった作品をこう映画館で見てほしいですかということなんですけども、まあ、ダリオ・アルジェントはね、見て、いろんな作品があるんですけど、見てもらうとすると、このやっぱりオペラ座血の喝采が見てほしいということを言ってるんですよね。やっぱりこのオペラ座血の喝采ってこう、まあ、賛否両論といいますかね、そんなすごい好きな方いますしね、あのそれほどあの好きだというふうに思わない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、やっぱオペラ座血の喝采っていうと、やっぱりこう豪華絢爛でですね、このシテスコのサイズもね、こうあの横長のねサイズでできてますしですね、やっぱり映画館で見るとね、特にあの最後というか、なんですかね、あのもうラストのすごくクライマックスのところでね、カメラが回転しながらこう下に降りてくる、カラスの面になってね、ぐるぐる回りながら降りてくるっていう、すごく空前絶後のねカメラワークがあるわけですけども、まああれはですね、テレビで見るとかね、いうよりもですね、あの映画館のシネスコサイズでですね、大画面で見るとやっぱり全然違いますよね。あの本当に目が回りそうになったっていうかね、これ話しちゃうと長くなっちゃいますけど、まあ今日はね、オペラ座血の喝采の話をちょっとこれぐらいにしておきますけど、あのオペラ座血の喝采というのはすごく凝っていてですね、お金もかけてますしですね、カメラワークもすごいですしね、まあ、まさにね、映画館で見ることを前提にして作品ですしですね、映画館で見てすごく醍醐味のある作品ということになりますのでね、まあ、これはね、あの評価がおそらく変わる可能性が、映画館で見ないとですね、映画館で見るのとか、DVD とかブルーレイで見るのかでですね、かなり評価が分かれそうな作品ですのでね、あのオペラ座血の喝采についてはぜひですね、スクリーンで見てほしいというようなことをね、ダリオ・アルジェント言ってますよね。はい。そんな形でですね、今日はね、お話をさせていただきましたけどもですね、まああの BFI ですね、BFI の、2023年の5月いっぱいですね、このダリオ・アルジェントのですね、あの開講上映をね、17本やっていて、その中でね、あのダリオ・アルジェントもゲストとして参加してですね、まあいろいろな話をされているということで、今回はね、あのダリオ・アルジェントの見に来るのは10代であったということとですね、10代が中心ですけれども、なぜね、こんな若者が映画を見に来るのかというような話とかですね、あのアイデアですね、ダリオ・アルジェントはどういったところにでこの魅力的なね、映画のアイデアを生み出すことができるのかというところで、まあいろんなところでね、あの生み出されるんだよと。何もタイプライターとか今パソコンとかね、に向かっていて出すわけではなくてね、いろんなことやってる時に出てくるということですかね。あとまあ車とか旅行とかね、移動することの重要性ですよね。あとスタンダードシンドロームのものであったり、あとはダークグラスの音楽ですね、ダフトパンクの話だったりですね、新作ですよね、新作についてはこのね、イザベル・ペールが亡くなったっていうかね、あのちょっとペンディングになってるみたいなね、話ですよね。そしてあのまあサスペリアについての悪口というようなところをね、ダリオ・アルジェント、サスペリアってあの
あれですね、リメイク版のサスペリアについてる悪口をやってるというようなところですね。はい。そんな形でね、引き続きですね、アルジェント研究会のチャンネルではですね、この、BFI についてはね、逐次ですね、ニュースの方を出していきたいと思ってますしですね、まあ、今後もね、いろいろなですね、ちょっと一歩ね、踏み込んだ形のですね、紹介をしていきたいと思っています。はい。ということでね、今回は以上ということでさせていただきたいと思います。